皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけ目です。今回は、榊原節子さんが書かれた50代にしておくべき100のリストをご紹介していきたいと思います。突然ですが、皆さんは50代という年代にどんなイメージを持っていますかこれから、ただひたすら置いていくだけの人生の下降線に差し掛かったというネガティブなイメージを持っていらっしゃる方も、 多いかもしれません。ですが、今や人生100年時代と言われております。寿命が100歳まであるのだとしたら、50歳というのは、まだまだそのちょうど半分に過ぎないんです。6年間の小学生に例えれば、50代になった皆さんというのは、まだ4年生に上がったばかりなんです。50代というのは、 今後自分は何をして生きていくのか、そもそも何のための人生なのかを立ち止まって考える絶好のチャンスであります。50代は人生が残りあと半分もあるにもかかわらず、これまでの50年で得てきた膨大な経験があるという圧倒的なメリットがあります。人生100年時代には 50代とは人生の棚卸しをするのにうってつけの年齢なんです。さて皆さんは現在の自分に満足しておりますかもっと別の人生があるはずだと感じることはないでしょうか健康の問題が出始めていませんかご両親の介護が心配ではないでしょうか本日はそのような悩みを抱える50代の方にとってうってつけの本を持って参りました。 本日の動画を見ていただくことで皆さんが50来のうちに絶対にやっておくべきことが何なのかが明確にわかることでしょう。またそれを実践していただくことで皆さんはきっと素晴らしい反省を送れるはずです。また もちろん50代の方だけでなく、50代にやり残してしまったことがある60代の方や、これから50代に差し掛かろうとする40代の方にとっても非常に有益な内容となっています。この動画で興味を持っていただきましたら、概要欄のリンクからぜひ本書を一度手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速本書の内容に参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。 一言で50代への贈り物。新たな自分を見つめ直す人生の羅針盤となる3つの質問について、二言で最高の人生を送るために50代にしておくべき10のリストについて解説してまいります。それでは早速一言の50代への贈り物。 新たな自分を見つめ直す人生の羅針盤となる3つの質問から解説をしていきましょう。さて、50代ともなれば人生の様々な問題にぶち当たることでしょう。仕事の問題やお金の問題、介護の問題や健康の問題など、40代までは勢いだけで何とかできた問題が、 一挙に押し寄せてくるんです。そのような問題の波に飲まれ、ミッドライフクライシスという中年の精神的な危機に陥ってしまう方も多くいらっしゃいます。ですが、悩んでいるだけでは何も解決しません。悩みを解決するには行動するしかないんです。そして、 その行動は定年まで待っていては遅いんです。つまり今すぐに行動が必要です。これからの残り50年間を素晴らしい人生にして、最後に、ああ、いい人生だったと思えるように、これから人生の棚卸しを始めましょう。この動画の最初となる一言では、まず50代以降の人生をより豊かにするための人生の棚卸しとして、素晴らしき3つの質問を皆さんに投げかけたいと思います。 と思いますそれは次の3つになります。新たな自分を見つめ直す人生の羅針盤となる3つの質問。1、余命5年と宣告されたらあなたは何をしますか ?2、あなたにとって生きがいとは何ですか ?3、老いという現実をどのように受け止めますか では、それぞれ具体的に一つずつ取り上げていきます。まずは一つ目、人生の羅針盤となる質問。余命5年と宣告されたら、あなたは何をしますかについて解説していきます。さて、50代というのは、 仕事では責任のあるポストについて家庭では子供がちょうどお金のかかる年代に差し掛かるなどご自身の人生について考える時間がないほど忙しいかもしれませんですがぜひとも一旦休暇を取って余命があと5年だったらどうするかという問いについて真剣に考えていただきたいんですもし余命があと5年だったら現在やりたくない仕事についている皆さんはきっと仕事なんて やめてこれまで果たせなかった趣味とか本当にやりたい仕事に打ち込むことでしょう仕事ばかりで家庭をおろそかにしてきた皆さんはパートナーやお子さんと素晴らしい関係を持つために様々な場所に出かけたいと思うかもしれませんこれらの答えこそが皆さんが本当にやりたいことの正体でありますそれが本当にやりたいことであれば今すぐに始めてみてはどうでしょうか 皆さんがこの質問で答えたやりたいことは、もしやらなかった時、確実に後悔することばかりであります。皆さんは今この瞬間が一番若いということを忘れてはいけません。 年を取れば取るほど私たちは新しいことがどんどん始められなくなります。腰がどんどん重くなっていくんです。ですから今、この50代こそが皆さんがやりたいことをやるための最後のチャンスであると言えるでしょう。ですのでもう一度、余命5年だったら何をしたいかという質問の答えをじっくりと考えて、 それをぜひとも紙に書き出してほしいです。その思いは皆さんのこれからの人生の羅針盤になってくれることでしょう。それでは一つ目の余命5年と宣告されたらあなたは何をしますかという質問についての解説を終わりにします。それでは次二つ目、新たな自分を見つめ直す人生の羅針盤となる質問、あなたにとって生きがいとは何ですかについて解説していきます。さて、 生きがいなんて突然言われても抽象的すぎてすぐには思いつかないよと思う人多いと思います。そこで人生の生きがいというものをちょっと3つに分類してみましょうか。1、楽しいことをする。 2. 自分の能力を発揮する。3. 社会に役立つ。さて、私たち人間は美味しいものを食べたり、旅行に出かけたりと、楽しいことをすることで、とても幸せな気分になれるんです。このような幸せな気分は、私たちの人生において大きな生きがいの一つとなるでしょう。 でですがそのようなな受動的な楽しみだけでは私たちはいつかどこかで必ず虚しさにぶち当たってしまいます。なぜ自分が存在しているのか、その意味がわからなくなってしまうからなんです。そこで大切なのは2番目の自分の能力を発揮するという生きがいになります。これは言い換えれば自己実現のことであります。私たちは ただ自分が楽しいだけでなく、たとえ辛くとも自分の能力を最大限に発揮し、自己肯定感を高めることによって幸福感を得られるものなんです。そして私たち人間は社会的な動物であります。徹底的に社会的な動物であるため、社会に役立つことによって大きな幸福感が得られるように私たちは設計されているんです。自分が楽しいだけでは必ず 自分自身の人生の意味を見失ってしまいます。ですが、人に役立つことをやっていれば、自分自身の存在意義を常に確認することができます。そのため、社会に役立つこと、人の役に立つことが人生の生きがいにつながっていくんです。 実際にね、面白いことに人の役に立ったりとか、誰かに感謝されると、私たちの脳内では幸せになれるホルモンが分泌されているんです。皆さんの中にも誰かにありがとうと言われたり、誰かを助けてあげたらすごく気持ちが良くなったという人結構いらっしゃるでしょう。あれこそがあなたの脳内で幸せホルモンが分泌されている証拠であります。誰かの役に立つとか、 誰かのために何かをやってあげるというのは、相手のためにやってあげているようで、実は自分が最も得をしている。自分が最も幸せになって、気持ちよくなっているんです。ですから。 綺麗事ではなくて自分のために社会に役立つことや人に役立つことをやるべきなんです。私たちはそれによって幸せになるように設計されているからです。さて、もちろんこれら3つの全ての生きがいがバランスよく整っている必要はありません。美味しいものを食べるのが大好きな人は楽しいことをするのが9割で自己実現や社会的な役割は残り1割でも構いません。 このように比率は違えどもこれら3つの生きがいを自分自身でちゃんと理解しているということが重要なんです。ライフスタイルアドバイザーとして様々な方の人生を見てこられた著者によれば最後に死ぬ時どうせならもっとうまいものをたくさん食べておきたかったと嘆いて死んでいく方も多いと思います。また、 有名な女優の桃井香里さんのお父様はご生前、この年になったらあと何食しか食べられないから一食一食を大切にしたいとおっしゃっていたそうです。このように自分の人生を後悔しないため、 自分がやりたいことをやるというのは大切なことなんです。ただし、健康も非常に大切ですから、協力的に自分の楽しいことばかりをやっていればいいというわけではありません。そのような自分の欲求だけに走らないためにも、 人生のちょうどいいスパイスになってくれるのが自分の能力を発揮するという自己実現の生きがいであります。若い頃には欲求が強いためお金を稼ぐこととか恋愛が人生の中心になっている人も多かったことでしょう。 ですが人は年を取ると徐々に自分の知識や経験を活かしたいなぁと考えるようになるんです著者はそれを何か人間の根源的な欲求のようなものだとおっしゃっております特に50代の皆さんは子育ても仕事ももうすぐ終わりが見えていますそれらのタスクを卒業してしまった時 ポカンと心に穴が開いてしまう方が多くいらっしゃいます。ですから今のうちから仕事や家事以外の自分の能力を発揮できる場を見つけておく必要があるわけなんです。自分の能力をちゃんと発揮する場を見つけることができれば皆さんはおのずと社会に役立つことができるでしょう。知識や経験を活かせるということは 皆さんが社会に求められているということを意味します。そこで皆さんは使命感を持って社会的責任を感じながら有意義に活動することができるでしょう。それが人生の生きがいにつながっていくんです。ぜひともこれら3つの生きがいを見つけるために一度時間をとってゆっくりと生きがいについて考えてみていただきたいと思います。それではここまでで2つ目の あなたにとって生きがいとは何ですかという質問についての解説を終わりにします。それでは次3つ目。新たな自分を見つめ直す人生の羅針版となる質問。老いという現実をどのように受け止めますかについて解説していきます。さて、50代の皆さんがぜひとも一度立ち止まって考えていただきたい最後の質問の一つが 老いいとととどううう向き合うかということであります50代以降の人生をどうするか決める際、自分自身が年を重ねていくという現実をどのように受け止めるかで大きく方向性は変わってきます。50代になると、 友人が死亡したり、要望の変化があったり、健康上の問題が出たりと、様々な局面で老いを感じることでしょう。その時皆さんはどのように反応するでしょうか年なんかに自分は負けないぞと跳ね返すのかまあいいんじゃないか仕方ないのかと受け止めるのか はたまた、もうダメだ。自分はこれから置いていく一方だと絶望するのか。昨今は90歳でマラソンをしている人がテレビで過剰にモテはやされたり、アンチエイジングの広告が流れまくったりと、 カレーに対して抗うのが良いという風潮がありますよね。ですが一方で、老いを受け入れて無理なくひっそりと生きることもまた大切だという考え方もあるんです。50代になれば自分自身の引き際をよく心得つつ、自分の体力と知力の限界を自覚して、慎み深く生きるのが良いということです。 アンチージングというと、どうしても見た目の若々しさを保つことにこだわりがちですが、私たち人間は、お肌の見た目だけでなく、言葉や話題の新しさ、動作のしなやかさや目の輝きなど、内面の若さも重要です。むしろ50代以降になれば、このような内面の若さを保つことこそが、最も重要なことではないでしょうか。 もちろん、多少は努力して、能力の衰えに歯止めをかけようとするのは大切なことですが、いくら老いに抗ったとしても限度があります。どこかで老いに身を任せて、それを受け入れていく必要があるわけです。50代になった今、ぜひとも一度、年を重ねていくという現実を、どのように受け止めるかを考えてみてほしいです。その答えによって、皆さんの今後の人生が大きく変わっていくことでしょう。 それでは、この辺で一旦一元の内容をまとめておきます。ポイント1、この一元では、新たな自分を見つめ直す、人生の羅針版となる素晴らしい質問を3つご紹介いたしました。1つ目は、余命5年と宣告されたら、あなたは何をしますか ?2 つ目は、あなたにとって生きがいとは何ですか ?3 つ目は、 多いという現実をどのように受け止めますかさて、これは今人生に迷っているとか、人生に悩みを抱えているという人にとって、その解決策となる素晴らしい質問ですから、 ぜひとも一度、時間をとってゆっくりと考えてみてほしいです。それでは次、二言で、最高の人生を送るために、50代にしておくべき10のリストについて解説してまいります。さて、一言でご紹介した3つの質問の答えは、皆さんの今後50年の人生の羅針版になります。ですから、ぜひともどこかにメモをしておいて、解説に保管しておいていただきたいと思います。そして、その上で二言では、 50代になった今、皆さんが50代のうちにしておくべき10のリストについてご紹介していきたいと思います。まずはこれから紹介していく50代のうちにしておくべき10個のリストを発表しておきましょう。1、新しいことを始める。2、結果よりも過程を楽しむ。3、小さなことに感動する。 4. 自分ではなく、他の誰かのためを心がける。5. 小さな目標を見つける。6. シンプルライフを心がける。7. お金が不足した時の手段を知っておく。8. 親がどんな生活をしたいかを聞いておく。9. 幅広い年代の友達を作っておく。0. 自分の体に耳を傾ける。 さてどうでしょうかこの10のリストをちゃんと実行に移すかどうかで皆さんの今後の未来が大きく変わることは間違いありません。それでは具体的に一つずつ取り上げて解説してまいります。まずは一つ目の50代にしておくべきリスト。新しいことを始めるから解説していきます。さて若い頃というのは気軽に新しいことを始めることができたんです。子供の頃は好奇心旺盛で どんなことにも飛びついておりましたし、20代や30代の活気旺盛な皆さんは、どんな新しいことでもワクワクしてチャレンジしてきたことでしょう。 ですが、40代や50代になると、あれこの頃、新しいこと何も始めていないなと思うようになるんです。ですが、そのように気づけたのならば、それは新しいことを始めるためのチャンスです。残念なことですが、年を取ると身体能力や知能が衰えていくのは避けることができません。 ですので多くの場合昔からやってきたことはどんどんできなくなっていってしまいます以前からやっていることを続けることには逮捕しかなくなってしまうんですしかし新しいことを始めるのであればそこには進歩しかありません趣味のゴルフを続けようとしてもスコアはどんどん落ちていくばかりですが全くやったことのない新しい趣味を始めればそれは ゼロから一へというプラスにしかなり得ないからなんです。このようなゼロから一へというプラスが増えれば増えるほど皆さんは人生を楽しく感じるようになります。新しいことを始めるのは脳を活性化して認知症予防にもなりますし新しい人間関係を築くのにもうってつけです。最近新しいことを始めていないなぁと思った皆さんは最後のチャンスだと思ってぜひとも今すぐに新しい 新しいことを始めてくださいむしろ新しいことを始めるのを習慣にしちゃうぐらいがちょうどいいと思います例えば自分は必ず1週間に1回は どんな小さなことでもいいから新しいことを始めるんだと決めて今週やった新しいことをしっかりと日記とか紙に書き出して振り返るんです。例えば今週は家の近くにあった行ったことのない銭湯に行ってみたとか今週はこれまで作ったことがない料理にチャレンジしてみたとか今週は行ったことのない集まりに行って新しい人間関係を作ったなど どんな些細なことでもいいので、1週間に1度は必ず新しいことをすると決めて習慣化してみてはいかがでしょう。この習慣を実行すれば、あなたはどんどん若々しくなっていけるはずなんです。それではここまでで一つ目の。 新しいことを始めるについての解説を終わりにします。それでは次二つ目。50代にしておくべきこと。結果よりも過程を楽しむについて解説していきます。さて、若い頃はどうしても結果が全てだったかもしれません。結果を出さなければ誰にも評価されませんし、何よりも成功体験を積まない限り、自分自身の自己肯定感は上がっていきません。 ですが、50代というのは、もはや他者に評価されるような年齢ではないんです。年をとってから大事になってくるのは、結果を出すよりも、何かをやっている時間そのものを楽しむことであります。先ほどから申し上げている通り、年を取れば取るほど私たちは、どうしても能力が低下していってしまいます。そんな時に、若い頃と同じような結果を出そうとあがいても、苦しくなってしまうだけでしょう。 ですので、50代になったら、結果を出すのは若い人に任せて、自分自身はそのサポートに回るなどして、作業の過程自体を楽しむようにしてみてはいかがでしょうか。これまで家事に追われていた皆さんも、家事を終わらせるという結果ではなく、その過程を楽しむことで、家事だって断然面白くなっていくはずなんです。ぜひ、 結果から家庭へと思考をシフトし、家庭にフォーカスし、その過程を楽しむようにしていってほしいんです。それでは次3つ目。50代にやっておくべきこと、小さなことに感動するについて解説していきます。さて。 50代のうちにやっておくべき3つ目は日常の小さなことに感動しその度に喜ぶことであります若い頃には私たちは大きな成功や大きな喜びばかりを追い求めてきたかもしれません行きたかった大学に受かった時や仕事で大きな成功を収めた時好きなパートナーと結婚した時や子供を授かった時などそのような 大きな喜びに包まれて皆さんはまるで人生の絶頂にいたような気分だったかもしれません。ですが年を取るとそのような大きなライフイベントは少なくなっていきます。そこで大事になってくるのが日常の小さなことに感動するという習慣になるんです。日常の小さなことに敏感になると パートナーから優しい声をかけてもらったとか、道端に綺麗な花が咲いていたなど、日常には小さな喜びが実は溢れ返っているということに気づけるでしょう。この世界にたくさん楽しいことはあるのに、私たちは今までそれを見逃していたということに気づくんです。 このような小さい感動は五感のアンテナをちゃんと張って探しに行かなければ見つかるものではありません。特に匂いや食感を楽しむというのがおすすめです。私たち現代人はほとんどの時間をテレビやスマホの画面を見て過ごしておりますよね。現代社会では視覚からの情報があまりにも優勢なんです。 ですが、一歩外に出かけてみれば、心地よいそよ風や花の香りなど、四角以外にも感動できることがたくさんあると気づかされます。ぜひとも外に散歩に出て、このような五感を使った感動をたっぷりと味わってほしいと思います。それでは次、四つ目にご紹介したい。50代にしておくべきことは、自分ではなく、他の誰かのためを心がけるということであります。さて、一言でも述べた通りですが、 年を取ると欲求が落ちてくるため自分の欲を満たすだけの人生はだんだん虚しいものへと変わっていってしまいます若い頃とは欲求との付き合い方が変わるんですそのため50代以降は自分のためより他人のためを心がけた方が人生が楽しくなっていくというわけなんです50代になると だんだん仕事や家事にも余裕が出てくるでしょう。金銭的な余裕だって出てくるでしょう。そのような余裕が出てきたところで、ぜひとも他人のために何かできないかを考えてほしいです。イギリスの有名な首相、チャーチルは人間は受け取ることで生計を立て、与えることで人生を築き上げると述べました。 50代以降の人生というのは、このように与えることで人生を築くための大切なステップなんです。それではここまでで4つ目の、自分ではなく他の誰かのためを心がけるについての解説を終わりにします。それでは次5つ目の、50代にしておくべき言葉 小さな目標を見つけるということであります。さて、どんな人が楽しく長生きしているかを調べた研究によれば、目標を持っている人ほど人生を長く楽しむことができると分かりました。また、マサチューセッツ創業病院の研究によると、目的意識を持っている人ほど知能を長く保ち続けられるということが分かっています。もちろんこれは健康な人だけに当てはまるわけでは はありません末期がんの患者の施設であるホスピスにおいては目的意識がある方ほど厳しい状況でも誇り高い生活を送られていると言われています若い頃に一生懸命働いてきた皆さんは年を取ったらのんびりとマイペースで何もせずに自由気ままに生きていきたいと思っているかもしれません ですが、今は人生100年時代であります。50代の皆さんが残り50年もの間、ゆっくりのんびりマイペースに生きていたら、ちょうど伸びたゴムのようにダラダラになってしまうかもしれません。 確かにこれまで過酷に働きすぎた人は数年の休暇は必要かもしれません。ですがあまりにも長期にわたってのんびりしすぎてしまうと伸び切ってしまったゴム風船が絞んでいくようにどんどん人生も絞んでいってしまいます。そうなれば見た目もだらしなくなって 活気が失われ、心も体もどんどん老化していってしまうんです。そこでぜひとも何か目標を持って生きていただきたいんです。目標と言っても、心身を削らなければ達成できないような。 大きな目標でなくとも構いません。死ぬまでに絶対にこのジグソーパズルを完成させるなどのささやかな目標でもいいんです。そしてもっと欲を言っちゃえば、それが社会に役立つ目標であれば、なお良いでしょう。ぜひとも50代のうちにこれからの人生で達成したいなぁと思う長期的な目標を一つ見つけていただきたいと思います。どんなに小さくとも目標さえあれば、 あなたの人生はいつまでも輝き続けるんです。それではここまでで5つ目の小さな目標を見つけるについての解説を終わりにします。それでは次6つ目、50代にしておくべきこと、シンプルライフを心がけるについて説明していきます。さて、年功序列が一般的な日本では、これまで皆さんはずっと年収が上がり続けていたことでしょう。 ですが、それもいよいよ終わりになります。60歳になって、定年を迎えれば、 多くの人が年金だけの収入になり、これまでと比べて収入がだら下がりしてしまうからです。定年退職したての頃は、手続きなどで何かと忙しく、すぐに自分のライフスタイルを変えることはできません。ですので、50代のうちからぜひともシンプルライフを意識して、徐々に支出を縮小していってほしいんです。皆さんはアメリカのアーミッシュという移民集団をご存知でしょうかアーミッシュは、 アメリカのペンシルバニア州に住むドイツ系移民のことで、未だに電気やガソリンを使わず、聖書の教える通りの素朴な暮らしを実践していることで有名です。アーミッシュたちは農家や修理屋、雑貨屋などが多く、 決して高収入な仕事に就いているわけではありません。にもかかわらず、ほとんどのアーミッシュは借金がなく、貯金が得意で支払いが滞ることもないと言われています。なぜ収入の低いアーミッシュたちがこのように豊かに暮らしていくことができるのでしょうか著者は このようなアーミッシュの暮らしにこそ、老後のシンプルライフに関する一つのヒントが見出せるとおっしゃっています。アーミッシュは物を買わないと言われています。できるだけ自分で作ったり、他のもので代用したりするんです。さらにアーミッシュは、 物々交換をしたり、買ったものは最後まで使い切ることで、ほとんどお金を使わない生活をしています。またそもそもの性格上、巨色を嫌って、製品を良しとするため、他人の目を気にして、ブランド品を買ったりすることもまずありません。プレゼントをするときも手作りで、時にリサイクルショップを利用します。自分の畑から取った野菜を隣人と分け合い、会話を楽しみながら、ゆっくり時間をかけて食べるわけですから、 これはまさしくお金をかけない貴族の食生活とも言えるでしょう。これこそがお金のかからないシンプルライフの真髄なんです。皆さんが住んでいるのは今日本でしょうから、アーミッシュと全く同じような生活をするのは難しいかもしれません。ですが、このようなアーミッシュの生活を参考にすることで、老後のシンプルライフを豊かなものにするためのヒントが得られるのではないでしょうか。 それでは6つ目のシンプルライフを心がけるについての解説を終わりにします。それでは次に7つ目、50代にやっておくべきこと。 お金が不足した時の手段を知っておくについて解説していきます。さて、先ほど軽く述べましたが、定年退職後というのは、多くの人が収入が激減してしまいます。そのため、時にはお金が不足してしまうこともあるでしょう。そのような時に、どうするべきかをあらかじめ想定しておくことは重要なことなんです。お金が不足した時の手段として、保険を利用する資産の取り崩し、 自宅を貸しに出す、政府の救済措置を使う、この4つを挙げることができます。保険の適用や支払額というのは年齢によって変化していくものです。そのため、健康保険の受給権に関しては、あらかじめ確認しておくことが重要です。また、収入が減る中でお金が不足した場合は、 どうしても資産を取り崩す必要があります。いざお金が必要になった時に慌てて大切な資産を手放してしまわないようにご自身の資産の中で取り崩しが可能なものをあらかじめリストアップしておくということも重要になります。また最近では 自宅を貸し出してより小さな家を借りることで資金を作るという方法も増えてきております。さらに日本は政府の救済措置が充実しております。いざとなったら年金を担保に融資を受けることができる福祉医療機構や低所得者や 高齢者向けの生活福祉資金、貸付制度を利用するというのもありでしょう。また、生活保護を申請するという最後のオプションが残されているということも、決して忘れないようにしましょう。それでは7つ目、50代にしておくべきこと。お金が不足した時の手段を知っておくについての解説を終わりにします。それでは次8個目、50代にしておくべきこと。 親がどんな生活をしたいか聞いておくについて解説していきます。さて、50代になった今、皆さんのご両親は何歳になりましたでしょうか自分のことを世話してくれる存在だった親を、ある日突然、 今度は自分が世話をしなきゃいけなくなると気づいて愕然とした人もいらっしゃるかもしれません。子供の頃から私たちは自分の希望を親に押し付けてばかりいましたよね。ですが今度は皆さんが親の希望を聞く番であります。どんな人や近隣に囲まれて、 何を生きがいに暮らしたいのか日常のサポートが必要になったらどうしたいのか私たちに近くに住んでいてほしいのかそれとも同居してほしいのかこのような親の希望をごまかさずにきちんと事前に聞いておくことが重要です。もちろん。 それを実現するかどうかは皆さん次第ですし、兄弟がいる方は、兄弟同士で相談し合わなければいけないことも多いでしょう。ですが、いずれにしても、50代になった皆さんの親御さんが、要介護になるのは時間の問題と言えるんです。考える時間というのは、残りわずかしかありません。 ですので、50代のうちに、早めにご両親の希望を聞いておいて、どのように対処するかを考えておくことは、非常に重要なポイントとなるんです。それでは8つ目。親がどんな生活をしたいか聞いておくについての解説を終わりです。それでは次9個目。50代にしておくべきリスト。 幅広い年代の友達を作っておくについて解説していきます。さて、今まで仕事ばっかりしてきた皆さんは、社内の人脈とか仕事関係の人脈が、 人間関係の中心を占めていたことでしょう。ですが、これからは徐々に仕事以外の人間関係が大切になってくるんです。年をとってもシャープな頭とか健康な体を維持するために不可欠なのが仲間の存在なんです。実際、仲間との会合に積極的に参加することが長寿の秘訣であるという調査結果もあります。ですので、今のうちから積極的に個人や 地域の会合に出向いいてて人脈をを作っおおくことをお勧めいたします特に仕事に関係ない友人の発掘がポイントになってきます。とはいえ、人付き合いが苦手だという方もいらっしゃるでしょう。そんな方はまず、自分の趣味の会や勉強会など、 人間関係以外にも自分にとってメリットのあるイベントに参加してみるというのはどうでしょうか最初のうちはちょっと緊張してしまうかもしれませんが大丈夫です。相手の方もあなたと同じで友達を見つけたいと思ってきているわけなんです。きっと人生の最後の最後まで長く付き合うことができる最高の友人が見つかることでしょう。 それでは9個目の幅広い年代の友達を作っておくについての解説を終わりにしましょう。それでは次10個目。50代にしておくべきこと。自分の体に耳を傾けるについて解説していきます。さて、最後皆さんにやっていただきたいのは、ちゃんとご自身の体が出す信号に耳を傾けるということであります。50代になった頃から、 体の不調を感じることが多くなってきませんでしたか。そのような体の信号にいち早く気づけるかどうかが50代以降の人生を健康に生きていけるかどうかの分岐点となるんです。若い頃には。 多少の無理もできたものの、50代以降は無理をすると必ずつけが返ってきます。深酒をしてしまうと翌日はずっと体調が悪いでしょうし、睡眠不足だって若い頃はどうにかなったものの、50代にもなってくると睡眠が足りないだけで体が重く頭が全く働かなくなるということに気づいている人も多いでしょう。50代以降、無理をしたつけは体の不調として積もり積もって皆さんの体に確実にダメ を与え残り50年の人生を台無しにしてしまう恐れもあります。 この世界に皆さん以上に皆様の健康を大切に思ってくれる人がいるでしょうか ?50 歳を過ぎた皆さんは自分自身でちゃんと自分の体をいたわってあげなければいけないんです。このチャンネルでは中高年以上の方が死ぬまで健康に生きるための様々な健康情報を毎日発信しておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さていかがでしたでしょうかそれでは2元の内容をまとめ おきま,す2件まとめこの2言では最高の人生を送るために50代にしておくべき10のリストをご紹介しました最後にサクッと復習しましょう1つ目新しいことを始める2つ目 結果よりも家庭を楽しむ。三つ目、小さなことに感動する。四つ目、自分ではなく他の誰かのためを心がける。五つ目、小さな目標を見つける。六つ目、シンプルライフを心がける。七つ目、お金が不足した時の手段を知っておく。八つ目、親がどんな生活をしたいか聞いておく。 9個目幅広い年代の友達を作っておく10個目自分の体に耳を傾ける本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました